テキサスチームウェッジスポーツバンドのレースペンを務めさせていただきますみやびんこと近藤みやびとなるみんこと山本なるみとこももこと小山ももです。よろしくお願いします。私たちが応援するのは GT500 ゼッケン19番テキサスレッツスポーツアドバン LC500 です。ドライバーは国本選手、山下選手、監督は爆走バンド組2代目組長坂東正隆総監督です。今年も全国のお店でドライバートークショーを開催します。8月26日新潟県長岡市のカルバン長岡店で、9月2日北海道旭川市のジェームズ長山店で、9月9日愛知県安城市のカーランドバーで9月30日愛媛県松山市のオートバックス松山方面店で、豪華なゲストと私たちが出演するドライバートークショーを行いますので、皆さんぜひ遊びに来てください。それでは私たちが1年間精一杯応援するレクサスチームウェッジスポーツバンドに熱い声援をよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それでは階段降りていただきましてポージングお願いしたいと思います。続いてのチームも皆さんお願いします。
マシンはゼッケン19、レクサスウェッツスポーツアドバン LC500 です。ドライバーは国本選手、山下選手。監督は爆走坂東組2代目組長、坂東松坂総監督です。今年のドライ最後のドライバートークショーを11月18日福岡県のスーパーオートバックス東福岡店で行います。なんとスペシャルゲストに脇坂十一監督にお越しいただきます。イエーイイエーイ。司会は坂東監督です。楽しいドライバートークショーになりますので、皆さんぜひ遊びに来てください。それでは私たちが残り2戦一生懸命応援するレクサスウェッツスポーツバンドに熱い声援をよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それではね、あ、マイクごめんね、元あったところにありがとうございます、すいません。はい、それではですね、ポージングの方お願いしたいと思います。続いてのチームの皆さんどうぞ。皆さん、おはようございます。2018ウェッツスポーツレーシングギャルズのみやびんこと近藤みやびと、みやびなるみんこと山本なるみと、なるみこももこと小山ももです。こももよろしくお願いします。私たちの参戦マシンは、19号車レクサスウェッツスポーツアドバン LC500 です。ドライバーは国本選手、山下選手。監督は爆走坂東組2代目組長、坂東松坂総監督です。今年最後のトークショーを11月18日福岡県のスーパーオートバックス東福岡店で行います。ゲストはなんと脇坂十一監督にお越しいただきます。楽しいトークショーになると思うので、皆さんぜひ遊びに来てください。それでは私たちが一生懸命応援するレクサスウェッツスポーツバンドに熱い声援をよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それではポージングの方にお進みください。続いてのチームの皆さんお願いします。皆さんこんにちは。2018レクサスチームウェッツスポーツバンドのレースクイーンを務めさせていただきます、みやびんこと近藤みやびと、なるみんこと山本なるみと、こももこと小山ももです。皆さん、今回のレースで最終戦です。私たちレクサスチームウェッツスポーツバンドに熱い声援を1年間変わらずしていただき本当にありがとうございました。皆さんの声援は本当にチームの皆さんもパワーの源になりました。そして、全国で開催されるウェッツのトークショーにもたくさんのファンの方が集まっていただき本当にありがとうございました。皆さんの皆さんのおかげで私たちも1年間すごく楽しんでチームを応援することができました。レースは今日明日で終わってしまいますが、11月25日に富士スピードウェイで開催されるトヨタガズーレーシングフェスティバルと1月にある東京オートサロンでまだまだ会えますので、皆さんぜひ会いに来てください。それから私事なのですが、レースクイーン体操に、レッツ代表としてエントリーさせていただきました。最後まで精一杯、グランプリを取れるよう頑張りますので、本日ここでも投票ができますので、ギャルズパラダイスの雑誌を買っていただくと投票券などがついてきますので、その時は小山桃でぜひよろしくお願いします。それでは私たちが精一杯応援するレクサスチームウェッツスポーツバンドに最後まで熱い声援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、それではマイクを置いてね。ありがとうございますマイクの位置まで気にしてもらって、あ、大丈夫です、そのままポンと置いてください。うん、ありがとうございます。ではお願いいたします。2018ウェッツスポーツレーシングギャルズのみやびんこと近藤みやびです。なるみんこと山本なるみです。こももこと小山ももです。それでは撮影タイムに入っていきましょう。少し前に出ていただきましょうかね。さあ、それでは撮影タイムスタートです。